はい、皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。ダンジョンズ&ダークネス、続きの方をやっていきたいと思います。はい、で前回ですね、メインクエストを一つ進んだんですよね。近道の解放で、この近道の、解放やってる時に、なんかこう頭の中に、こう語りかけるというか、それがまあ次のメインクエストの多分ダンジョンの主の声だったと思うんですけれども、まさかこれで最後っていうことはないと思うんですけどね。ダンジョンもまだこの、旧王立兵士士官学校後のこの一つのしかやってないんで、これで終わりっていうことはないと思うんですけれども、はい、とりあえずこのダンジョンの主を、今日はやっていきたいと思います。我々、施設兵団ラスティネイルはダンジョンの奥地にいて黒いドラゴンと遭遇した。おお、そのブラックドラゴンは巨大で、鎧のような鱗を持ち酸を吐き、それはもう我々だけでは討伐は困難と判断し撤退を余儀なくされた。貴公にも討伐に参加してもらいたい。前回ダンジョン内で聞いた声の秘密が何かわかるかもしれない。しかし大変な危険が予想される。よし、依頼を受ける。入団するということか。いやそうではない、別行動である。出発はいつか。ちょっと待ってくださいね。なんか強そうなんで、迷いますね。ヒールもあるし、道中回復も取れそうですから、これで行ってみたいと思います。ブラックドラゴン、ほう、貴様は。なるほど。ならば我の声は聞こえているな。どうした、今さら奪い返しに来たとでも言うのか。奪い返しに、返事はなしか。迷い。
我はもとより無関係だ、干渉するつもりもない、何をしたいかは分からぬが我を打ち倒しこの地を奪ってみせよ。何でしょう。あ、ここが、ショートカット作ったところですね。なんだろう、なんか光ってる。え、もうボス戦かな、これに入っちゃうと。お、来た。あ、回り込めない。なんか火吹いたりとかしてこないのかな。危ない危ない危ない。よし、ガラキ、いっ、なんだ、何食らった。あ、これか。いた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 、ちょっと待ってちょっと待って。ヒールヒールヒール、間に合うかな。よしで、危ない危ない。うわ、3になった。魔法、炎耐性ついてる。あ、なんか引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。いや、全然効かないな。ここはじゃあ弓矢で。よし、引っかかってる、引っかかってる。あと12本、倒せるかな。倒せそうですね。引っかかってる、引っかかってる。これで終わりかな。もう一発。はい、よし。え、何も落とさないの。これだけかな。これで戻る場所で、何もない。ダンジョンから戻る。酒場には貸し切りの札か札がかけられ、中からは、
なんと、そう、ん？読めない。で宿屋行って、何も取ってとりあえず休んで、お金に換えて2000円、あ、スキルの書が買えますね。スキルの書1個買って、そうですね、これだけまだ12個も在庫があるのに終わりっていうことは、スキルセット、これ筋力上げると多分このメレーマスタリーが星の条件満たすんで、多分覚えることになると思うんですけど、あ、その前に、スキルの書を使用して、強化、はいはい、これで条件をもう満たしてるっていうことなのかな。ちょっと一回外に出てみますか。外に出て、酒場、え、あー、びっくりした、本当に終わったかと思った。メインクエスト、また新しいダンジョンですね。うん、はい、じゃあとりあえず、キリがいいところまでやったので、今回はこの辺で終了したいと思います。それでは、皆さんありがとうございました。